こうして見てると本当に姉妹みたいだな。どう見てもゆいちゃんの方が妹に見えちゃうけどね。そうだな。みんなの協力もあって今はまたこうやって楽しく過ごせるようになった。だがキリト君、ゆいはこのエール王においてはナビゲーションピクシーとしての役回りをしていた。ピクシーという種族は滅びたのに、ユイはこうしていて大丈夫なんだろうか。光のピクシーさんのことだね。確かに不安はあるよね。あのクエストはもともとピクシーがこの世界で生きていたことを忘れないでほしいっていう願いだったけど、ピクシーの秘宝を奪ったモンスターのようなイレギュラーな存在も登場していた。ああ、少し気になるな。キリト、アスナ、パパ、ママ。二人ともどうしたの？なんかね、今ユイと変なアイテム見つけたんだ。変なアイテム？はい。手紙みたいだね。宛先も差出人も書いてないみたい。封の中に写真が入ってて、それがあのバベルの塔なんだよ。バベルの塔だと？キリト君、これって…ああ、この状況はあのピクシークエストと似てるな。ピクシークエスト…そうだな、ユイには言っておかなくちゃな。まずはバベルの塔へ向かおう。その道中で説明するよ。この世界の状況設定、その仕組みにおいて私はピクシーだったということなんですね。ああ、そうだ。パパたちがクリアしたというピクシークエストは、滅んだピクシーたちが自分たちを思い出してほしいという願いで。うん、無事に秘宝は全部集められたし、もう終わったって思ってたんだけど。パパ、ママ、あれは？わあ、この子光ってるよ。またお会いしましたね。あなたはもう消えてしまったとばかり思ってたけど。ええ、私もそう思っていました。ですが今回の異変により、今一度この世界へ呼び戻されてしまったようです。異変ってことはまだ終わってなかったんだな。どういうことか教えてもらえる？はい、ピクシーたちはあなたたちの記憶に残り、私の役目は終わったはずでした。ですがピクシーは完全には消えていなかった。え、それはまさか。あなたたちが自分の娘だと言っているそのユイという少女が。あ、ユイちゃんが。ユイがここにいる以上はピクシーはこの世界に無事存在しているということになる。この世界の神カーディナルがその存在に気づき、排除するために追加クエストを作成したのだと思われます。それってユイちゃんを排除しようってこと？そうなります。またユイが狙われてるっていうの？ちょっと待ってくれ、本当にエール王のピクシーはもうユイしかいないのか？少なくともスバルトエリアにはその少女以外のピクシーは存在しないということだと思います。パパ、ママ。ユイ、心配するな。お前はもう二度と俺たちの前から消させはしない。うん、もちろんだよ。私だって同じ気持ちだよ。教えてくれ、ユイを守るためにこのクエストはどうやってクリアすればいいのか。わかりました。では塔の最上部へ行きましょう。
をすればいいの？これまであなたたちはピクシーが残した秘宝を、それを取り出してここでかざしてください。わかった。あ、光り出した。見て、ゲートが出現したよ。この先に行けばいいんだな。はい。待ってください、ユイちゃん。あの奥で凄まじい情報の密度を感じます。パパ、ママ、ストレア、あそこは危険です。情報の密度、ユイも情報圧を感じられるようになってるのか。危険ってことは今回のクエストのボスがいるってことなのかな。どうだろうな。どうしますか。ユイが懸念しているように、おそらくこれまでの戦いとは比べ物にならないほどに熾烈を極めるでしょう。それをこなさないとユイを狙う者たちとの戦いが終わらないってことなんだよな。はい、なら迷うことなんてないよ。パパ、ユイ心配しないの。そういうことだ。よし、行くぞ。ここは千年後の世界？ここはあなたたちが実際に体験した、あなたたちの記憶から取り出しビジョンを再構築したもの。へえ、そんなことができるんだね。ここが私の中で眠る。確かに少し懐かしい気がします。ユイちゃん、消せないな。え、キリト、ピクシー、俺たちが未来の仮想世界に行ったことは。キリト君、ここまでのナビ確かに助かった。君はこの追加クエストにおいて役割が変わってるんじゃないのか。これまでの記憶を持ちながら俺たちをこの死闘の地へと誘うためのクエストナビとして。カーディナルの意思を伝えるもの、クエストの代行者として。ピクシーさん、そうなんですか。ご名答。そんな私たちを騙してたの。結果的にはそうなってしまいましたね。ですがこのクエストはあなたたちが進むべき道。そう、この道をたどることはもはやあなたたちの運命。ああ、ならばピクシーとして最後の手向けをするに、そしてこの役目を買って出たのです。ピクシーさん、さあこれが最後の死闘。世界の神が作り上げた筋書きを拒否し。当たり前だ。ユイちゃんを消させはしないよ。うん、やっちゃおう。これまで戦ってきたボスモンスターの強化版だね。未来世界の警官と同じようにカーディナルが俺たちの辿ったロゴを解析して復活させたんだよな。どうするの？一度に相手にするのは大変だよ。大丈夫だ、俺たちは強くなって絶対に負けない。
キルト君、どうしてピクシーさんの様子がおかしいって気づいたの？ユイを滅ぼすというクエストだと認識していながら、俺たちを誘うような言い方をして、カーディナルの意思そのものを彼女が共有してるんじゃないかって思ったんだ。そっか、これはカーディナルからの挑戦状なんて。ああ、コネクト！スターバースト！ストーリー！これならどうだ！するぜ。これで決めてやる。コネクト、そこだな。スターバースト、ストーリー、どうだ。このスバルトの大地からその歴史を改変させるというのなら、言われずともやってやるぜ。くらえ！任せて！よし、やっちゃうよ！はこれで決めてやる。そこだな。
ルコネクト。そんな顔をしないでください。私は確かにそのユイという少女と同じく本来はすでに消えていたはずの存在です。ピクシーさん、私はパパたちのおかげで、ですがそれは世界の意志に反しているのでしょうか。ユイちゃん、ユイ、ユイ、プレイヤーの行動によって世界を変えていくのがこの仮想世界です。そのプレイヤー、キリトたちは世界の神からの挑戦を受け、今あなたはその世界の変遷により、使命、あなたは今日何度もキリトたちをナビゲートしていました。きっとこれからも大丈夫ですよ。君はもしかしてユイにそれを教えるために。それは買いかぶりです。ユイがあなたたちに正確なアドバイスをできていたのは、そのことを褒めてあげてくださいね。ピクシーさん。さて、そろそろ本当にお別れのようです。プレイヤーの人々を導いてあげてくださいね。はい。では。キリト君、あのピクシーさんのことを考えてるの？ああ、別に悲しいとか。何か他に方法があったんじゃないかとか、ただ改めて考えてたんだよ。うん。今回やったように、システム側が想定しない未来へユイがバベルになってしまったように、プレイヤー側が意図しないような未来が作り出されてしまうことだってある。うん。だから私たちは双方で手を取り合って、お互いがより良い関係を築ける未来を作り上げていく必要があるんだよね。そうだな。あの異変の一件と今回のクエストで、私も同じだよ。ピクシーのアイテム、最後にもう一つ手に入れただろ。ああ、そうだったね。この5つの秘宝に誓って、俺は今言ったような仮想世界の未来を目指すよ。私ももちろん協力するよ。パパー。ああ、ダメだよユイ。今キリトとアスナはイチャイチャしてたんだから。ごめんなさい。おいおい、ちょっとストレア、ユイちゃんに変なこと教えないで。じゃあ何をしてたんですか。そうだな、今日の夕飯何にしようかって相談してたんだよ。あ、それなら
最近新しく実装された食材を取りに行くのはどうですか？うん、いいね。あ、さすがはユイだな。私も私も褒めて。それは別に何もやってないだろ。ひどい。じゃあ早速出発しよう。はい、お任せ